精密機械につき取り扱い注意。なんかそんなすごいの頼んだかな。送り主がネッツトヨタ神戸 GR ガレージ西宮様。ああ。はい、こんにちは、ひろきです。ということで、先日開催されましたスープラミニ四駆ナンバーワン決定戦の、これはだから返礼品ということになるのかな。早速開けてみてみましょう。そっか、思えばスープラの大会もあれ6月の話だったよな。よいしょ。それでは見てみましょう。せーの、はい。なんか手紙入ってる。手紙と、あ、これは GR ガレージ限定モデルのスープラが入ってました。その他はというと、あ、これはこの間紹介したネオバンキッシュジャパンカップ2020。ああ、やった、嬉しいわ。あとここになんかあるね。あ、これもまたジャパンカップ2020仕様のカーボンプレート。ああ、よかった、ブレーキステー変えてなかったんだよな。それではお手紙読み上げたいと思います。背景、梅雨空が続きすっきりしない日が続きますが、皆様方いかがお過ごしでしょうか。さて、先日開催させていただきましたミニ四駆スープラナンバーワン決定戦に参加ご協力いただき誠にありがとうございました。皆様のチャンネルから大会のご案内、作成の手順やコース対策の考え方など様々な観点から展開いただけましたおかげで、大変多くの方々から反響がございました。店舗に関しましても、大会後の土日は特に同じコースで走行したいと多くの方が訪れてこられ、当店から距離のある方にも足を運んでいただきました。また今回の狙いでもありましたミニ四駆初心者に興味を持ってもらう、改造する楽しさを感じてもらう点でも、ご来店いただいたお客様を見ていると、親子で一緒に話し合いながら部品の相談をしている光景を多く見ることができ、とても嬉しくなりました。これもひとえに皆様にご尽力いただけましたことに重ねて御礼申し上げます。配信後多くの問い合わせいただきました当社オリジナルミニ四駆のスープラと、この度タミヤ様より発売されました限定パーツをお送りさせていただきます。心ばかりの品ですが、どうぞお受け取りください。今後も当店のコンセプトである多くの方が車を好きになっていただけるよう、裾野を広げる活動としてミニ四駆を通して多くの方に周知していただけるよう取り組んでまいりたいと思います。今後もご協力をお願いすることがあるかと思いますが、その際はよろしくお願い申し上げます、ケーグ。ということで、こちらこそ参加させていただきありがとうございました。では早速 GR ガレージオリジナルスープラを作ってみたいと思います。ってことはさ、まだ西宮に T ひろきオレンジマンゴーあるのかな。はい、ではこちらミニ四駆プロシリーズネッツ神戸チームネッコくん。ネッコくんってなんだ。はい、箱の側面はスープラの時とそこまで変わらないかな。なるほどなるほど。はい、中身がというと、ネッツ神戸チームネッコくんスープラ438専用ステッカー。そのステッカーというのがこちらになります。あー、じゃあシールでほぼほぼカラーリングするんだ、これ。となるとボディが通常品番と変わらず赤いボディ。その他特別変わったパーツはなさそうだな。ということで、内容物はご覧の通り。ステッカーが2種類、これどっちも使うことになるのかな。そうしましたら、もう先にシャーシは組み立ててしまいましょう。では本題のボディですが、
まずは通常のステッカーでどんなデザインになるかというと、こういうことだよね。では次にネッツ神戸チームネッコくんのデザインにしていきましょう。あ、よく見たらこっちのステッカー先だったんだ。では順番に貼っていきましょう。あ、いいですね、いいですね。あ、これ貼っちゃうとシールかぶっちゃうな。あー、そういうことか。これを先に貼ってからサイドドア、いや貼らないでいいかな、これ。あとはボンネットにメインのシール、エンブレムを貼り替えてあげると、はい、これでネッツ神戸チームネッコくん完成です。おお、これが数々の YouTuber を倒したマシンか。マシンデザインもかっこよくていいんですけど、曲線ボディとなるとやっぱりちょっとシールが手こずるかな。こちらのマシン、ネッツトヨタ神戸の限定商品となりますので、詳しい情報はぜひ概要欄をご覧ください。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上、ミニ四駆マスターでした。